んばんは。何これ、なんか変な虫、え、何これ、なんか虫みたいな、なんか虫みたいなギフト、ウゴウゴして、何これ、ウゴ、なんて気持ち悪い気持ち悪いかもしれない、何これ、今も違う、動いて、ごめんなさい、すいません、ちょっと気持ち悪いとか言っちゃった、何これ、本当に芋虫チョコ、もごもごしてってびっくりしちゃった、こんばんは、新しいギフト、なんかわかんないけど、すごいね、面白いギフトですね、かわいい、かわいいギフトだ、めっちゃかわいいギフト、エリンちゃんと花火師さん、ギフトありがとう、ゆうきさん、かっくやつさん、ありがとう、花火師さん、芋虫ありがとう、さきさん、ひげめがねさん、ウミガメさん、まりちゃん、坂道ゆうしさん、ありがとう、ギフト、スタントチャートさん、うさぎ、ありがとう、うさぎやさん、おみちゃんさん、ゆうきさん、かやさん、ありがとう、かたかのたかさん、ありがとう、たらさん、ゆうさん、きじましさん、おみさんさん、ありがとうございます、このギフト出たら他のルームだとパクパクしてくれる？嘘でしょ？雑音がすごい？うるさい？こう、ちょっと待って、こう、どうですか？声がこもってる、今は、こんばんは、もう大丈夫、あーマイクのとこ握ってた、手持ちだから申し訳ない、なんかね、あのホテルに持ってきたスタンドがさ、なんか壊れたっていうか、なんていうか、違うやつだからさ、ちょっと手持ちにしてます、そう、それであの30分から配信しようと思ったけど、ただ持ってきたやつがなんかいい感じに立たなくて、スマホスタンドが、それで調整してたんだけど、あーダメだってなって諦めた、手持ち、そう、今日はまだね、元気な方ですまだ元気な方、今日ちょっとあの朝
そんな早くなくて、だから結構寝れて、やっぱね睡眠って大事だなって思いました睡眠はね大事ですね。よく寝ること、あとねお風呂に浸かったんですよ。それも大事だなって思った。ちょっとまだ慣れないけど、こっちのホテル生活は。で昨日が結構ねピークだった昨日本当に辛かった。なんかいろいろなんか辛かった、なんでだろう、忙しかったっていうのもあるんだけど、なんかきつかった。もうね広島の家になんか帰りたいってめっちゃ思った昨日本当に思ってた。今日はなんかね、まあホテルってまあ正直好きじゃないけど、なんかまあ自分の好きな感じにいろいろ変えてて、なんかなんやろ、なんかいろいろ場所配置を結構自分なりの部屋にしてうん、ほんとね、なんとかやってます。お家大好きだから、ほんとにだってさ、自分の家ってさ自分がさ好きなように、好きなように好きな家具とか食器とか全部自分の快適な、快適に過ごせる空間にしてるじゃないですか。もうそれ、その空間に勝るものがやっぱないじゃないやっぱもうね、こたつも買っちゃったしさ、家にそれに勝るものはないじゃん。言うじゃない。だからもうホテルで家具はと、家具とかは変えてないの。家具そんなね変えるような家具は、あの椅子ぐらいしかなくて、だから家具の配置を変えたっていうよりかは、なんかいろいろ電気ケトルとか、電気ケトルの場所を変えて、なんかここじゃないみたいな、はい、場所変えたり、なんか電話の場所変えたり、なんかね、なんだろう、あ、布団のなんか、お布団のなんか上のなんか布みたいなやつ、これちょっといらないなって思って畳んでなんかしまったりとか、なんだろう、小物、そう小物だけなんだけど、結構そういうのをちょこちょこカスタマイズして、なんか自分が過ごしやすいようにまずそういう部屋にしようと思って、うんそうよ、もう本当に自分が過ごしやすいようにしたいからさ、うん、自分、そうだよ、自分のお城があってこそですからね。うま息子さん、芋虫ありがとうございます。
面白いんだけど本当今飯。久慈正さん、ひげメガネさん、フッキーさん、新一郎さん、ガントチャートさん、としやさん、新一郎さんありがとうございます。おみかんさん、ゆうさん、カタカナのたかさんありがとう。まりちゃんありがとう、ギフト。でもね、壁紙がさ、なんかなんだろう、 3D なんかずっと見てたら浮き出てくるような壁紙なんですよ。こっち側じゃない方の壁紙が、壁紙変えたいな壁紙変えたいな、壁紙変えていいかな、ダメか、張り替えたいな壁紙張り替えたいんだけどな。あとさ、あの床もさ、なんかちょっとさ、あれなんだよなポスター貼ろうかな、なんか布みたいなのでずっと覆っとこうかな。床もね、ちょっとね、張り替えたい張り替えたい。かっくんワイプさん、ズーミンさん、イルロッソさん、マナブンさん、ゲストありがとう。にぎりんさん、瀬戸倉さん、猿山さんありがとう。なんかね、なんだろうね、この柄、何柄っていうんかな、ようわからん、なんか砂時計みたいな柄しとる。で、なんか壁はワカメみたいな、何柄なんやろ、ようわからん。あのね、大好きちゃん、ぬいぐるみ大好きちゃんをね、持ってこようとしたんよ。けどね、キャリーバッグに入らんくて、やめた。降りてきた。あ、冗談ですよ。あの、壁も床もそんな買えない、買えません。ちゃんとね、ホテルのものだから冗談です。何もしません。そんなことをしません。大丈夫ですよ。変えたいなって、変えようじゃなくて変えたいな、なのでかっくんワイプさん、くじまささん、カタカナのたかさん、坂道 FC さん、ありがとうございます。ズーミンさん、芋虫チョコありがとう。なんかね、加湿器がないんですよね。加湿器欲しい、加湿器欲しい。ウミガメさん、猫ちゃんありがとう。明後日の服装はうさちゃんになるよ。プリンチャソン、ギフトありがとう。加湿器ね、借りれない、なんかないっぽい。え、あるんかな、なんかそ の, かあの貸し出し品の枠にさ、加湿器がなくてさ、乾燥しやすいから。あ、そうそうそう、だから私昨日ね、お風呂にあのお湯ためて、それでドア開けてました。そう、お湯ためてドア開けて、であと暖房もちょっと消して寝てみたんですよ。そしたら意外といい感じになったんですけど、でも加湿器欲しいな。
なんかないかな。水に濡らしたタオルを絞って吊るしておく。あ、そうなんだ。フロントからもうちょっと聞いてみようかな。貸し出し品のあの項目にないからないのかなって思ったけど、やっぱ聞いてみようかな。なんか充電器とかあの裁縫ソーイングセットとかは書かれてあったんだけど、聞いてみよう。そうしてみる。もしなかったらあのペットボトルになんかつけて加湿、なんかこうふわーって加湿するさ、あれあるじゃん、ペットボトルになんかつけてふわーみたいな、あれ買おうかな、どっかで。そう、簡易的なやつ。もうそれとそれ買って、もうごめんなさいなんだけど、お湯張ってドア開けたり、ちょっとあの今聞いたあの濡れたタオルとかを干し、お部屋に干しておくとかして、ちょっとなんとかしてみようかな。そう、寝るときだけでも加湿しときたい。恵方巻き食べてない。恵方巻き食べてないです。ランドチャートさん、猫ちゃんありがとうございます。モンブランさん、ギフトありがとう。明日はお昼、午前中は数時間ちょっと必要なものを調達できる時間があるので、その限られた時間でちょっと必要なものを買いに行ってきます。あのね、ヘアアイロンをね持ってき忘れたというか、まあもともとはちょっと新しいの買おうかなって思ってたんですよ。だからそれをちょっとあのお話し会もあるから、あの一生懸命じゃないわ急いで一生懸命じゃなくて、あの急いでそれを買いに行っていこうかな。起きれたらいいな。起きれますようにちゃんと。藤正さん、ギフトありがとう。意外とね、あのついてから、あ、これいるな、あれいるなっていうものがあるので、ね、ちょっとね、調達してくる。頑張ってくる。このホテル生活を、ホテル生活を、持ってこれるものが結構限られ、あのもう大荷物すぎてもう限られてくるから、さすがになんかいろいろさ、あのさ、もう持ってこれないものもあったから、もうそういう場合はもうこの現地で揃えようと思って行ってきます。めんどくさい。めんどくさい。あとさ、あのさ、ライブイベントのさ、お礼をさ、途中でさ、あれなんですよ、私、上位の皆さんをお待たせしちゃってて、なんとかさ、なんとか書くね。ごめん、本当に。本当にごめん。
本当に申し訳ないです、本当に申し訳ない、申し訳ない、待っててね、ごめんね、マジで申し訳ない、うん、なんかいろいろお世話になってるにもかかわらず、あのそうお話し会の感謝枠がさ、マモ枠3日間も出てて、ありがとうございます、すいません本当に、すいませんじゃないですね、ありがとうございます、お待たせしちゃってるし本当に、皆さんにはお世話になってばかりです、いつも元気をくれてありがとう、寒っ、ちょっと今日も温まって寝ますね、明日はね今日ね盾のね仕方をね教わったので、今日はそれを復習して、また明日盾練習があるので頑張りたいと思います、難しいんですよ、頑張ります、頑張る、頑張って切ります、切るというか守ります、おすすめ日分かりました、またお伝えしたいと思います、やばい時間がない、やばい、頑張る、ライブランキングじゃあ読みますね、13位渡辺さん、12位ズーミーさん、11位ウリンチャソー、10位ソリオさん、9位ヒゲメガネさん、8位ウミガメさん、7位ウマ息子さん、6位だってウマ息子さんってウマ娘の反対ってこと面白い6位ユウさん、5位クジマサさん、4位坂道 FC さん、3位花火師さん、2位ガントチャートさん、1位カタカナのタカさん、ありがとうございました、いいねウマ息子っていいねおもろい、うまい、ありがとうございました、それでは皆さんまた明日、みんなはたくさん休んで明日の土曜日楽しんでね、私は頑張ってきます、私はみんなのためにバイバイ。